死んだらいいのよ。世の中みんな死んだらいいのよ、ね、人間なんてみんな死ねばいいのよ。ああもっと欲しいな、もう死ねよお前ら、死にゃいいんだよ。ああ1号さん、ザマーザマーとかじゃなくて、あのコメントとかいいから、あの高額アイテムをください。高額アイテムをスターマインをね、スターマインを10個くれたらいいんだよ、うん、まあね、もうみんなね、アイテムだけなんだから。キツネ2号さん、ブワッチで投資詐欺で放送湧いてるで。え、キツネ1号さん、パチンカス。まあね、配信してる人が望んでるのはね、その優しいコメントとかね、そういうのじゃなくてね、ただね、あの高額アイテムが欲しいだけなんだよ。高額アイテムがもらえないんだったら、フワッチなんてやってる意味ないんだから。キツネ2号さん、試しに法人も投資してみたら。何が投資するお金がないわ。キツネ1号さん、法人大丈夫だよ、明日も行こう。え、地球滅亡したい、地球大爆発してな、台風で日本沈没したらいいんだよ。もう日本人みんな死ねばいいのよ。なんで生きてんの、みんな死ねばいいのよ。人類滅亡すりゃいいじゃん、どうせ生きてても価値ないんだから。キツネ1号さんワイマネ会長行こうこんな不安な中、ワイマネ会長の家の前行っても誰もいないし。キツネ2号さん、150万投資したら月利 20% でバックだって。元本保証。キツネ3号さん出た名言。え、そんなね、10万円をね、月利に 20%? 10万、じゃあ半年後には倍になるってこと？収支法違反だろ。年利240%。キツネ3号さん、地球滅亡したらいいねん。もうね、地球爆発したらいいのよ。地球大爆発したらいいの。あのキツネ1号さん、それは騙されるやつが悪い、ね、あの地球に穴開いて、そこからね、あの マントルからね、マグマがドバーって出てきて、人類滅亡したらいいのよ。お前ら全員死ねばいいんだよ。さっさと死ねばいいんだよ。人類なんて滅亡してしまえばいいんだよ。人類なんて生き残ってるからね、そんな意地汚い金の取り合い、騙し合いばかりしてるんだろお前ら。あ、もうそんなあのこしゃい話とかいいから、もうね、地球爆発したいんだよ。さっさと爆発してしまえばいいんだよ。キツネ1号さん、なぜか南辰巳だけ助かりそうやめてくれやめてくれ、ここら辺だけ生き残るとか一番最悪やないか。ここら辺真っ先に死ねん、行くのく真っ先に死ねん。みんな死ねばいいんだよ。一人でも生き残ろうと思うからね、わけのわかんややこしいね、なんかいがみ合いが始まるんだよ。みんな死ねばいいんだよ。みんな瞬殺されるわ。キツネ3号さん、負けた時の名言聞き慣れたフォークでした、ね、地球がね、大爆発。キツネ1号さん、底辺どもだけが助かる。人類なんてね、もう全員死んでしまえばいいんだよ。この地球上から消え去ればいい、消滅すればいいんだよ。さっさと人類滅亡したらいい、人類滅亡したらいい、地球爆発したらいい。今日の昼間までアホみたいに暑いかな思ったら、雨降って今なんかアホみたいに寒いじゃん。キツネ2号さん、じゃあ中尾行こうか。中尾今日行っただろ、もういらないわ中尾。びちょびちょなんだよ。せっかく昨日車洗車したのにさ、今日雨って。昨日の500円返して。キツネ3号さん、負けた時の名言聞き慣れたオロちゃんでした、ね、昨日の洗車代500円返して。キツネ1号さん、愛容疑者は。愛容疑者、知らないわ。あ、オロちゃん久しぶり。もう、ね、地球なんか爆発してしまえばいいの、人類滅亡すりゃいいんだよ。じゃあね、不公平も何もかもなくなってね、みんな幸せでね、終われるんだよ。どうせね、こんなね、あの地球の人類なんてね、生まれ落ちた瞬間にもう全てね、キツネ1号さん、とりあえずそこでぬっ壊すやろう。
そんなもんね、地球、人類、人間なんてね、生まれた瞬間にね、あれですよ、もうすべてに、すでに差別が始まってんだよ。生まれた瞬間にね、金持ちか貧乏かすべてが決められていてね。常に号さん、1万円ドット5万円ドット10万円運命の分かれ道。すべて不公平だ。すべて不公平が始まってる。駐車場、車バックに出てくるのある。もうすごい雨やな。すごい雨だわ。すごい雨だわ。雨で傘全然やったってないんだけど。ああもう冷たい。あもう風強すぎて冷たい。傘が全然やったってない。自転車の鍵を取れないんだけど、雨で自転車の鍵が抜けなくなってるんですけど。キツネ1号さん、台風なのにアホやな、依存症だ君は。傘さしててもさ、ちゃんと全然効き目がないんだけど、で横からも雨降ってくるし、全然傘の効き目がないんだが、あ、痛い痛い、めちゃくちゃなんですよ、はあ、キツネ1号さん、嫁にちゃんと。呼べたね。前だ。呼べばよかった。飛び出しんち行けばよかったわ。あおか。こんな暇な日に飛び出しんち行ったらもうキツネ1号さん、そこでぬっ壊す。言われまくってるな。サービスもめっちゃよかったわ。7回で。あおか。死ね。オッケー。貸す。だからせめて、ね、負けた2万円分のアイテムをね、君たちが補填すればいいな。ね、どうせ補填しないんだろ。早速お家帰ってね。